だらら青い空と海と森たちの歌、自然豊かな場所、泣き人にあるくがにくがに。まもなく台風がやってきます。ユニックでハウスを抑えてます。ハウスが全部ネットになりましたね、上が。これは今ビニール外してるんですか？はい、はい、してます。風の影響を逃がすように。お疲れ様です。台風対策や。台風対策ですね。台風対策や。何メートル吹くって？え？何メートル吹くかな？何メートルですかね。これ上ネット？ネットネット。これは何のために変えた、変えるんですか？日よけのために日焼けするから、マンゴーが。ビニールだと。そうそう。ああ、なるほど。日焼けのためにネットしたんだけど。はい。台風来たから。ああ。逆に良かったかな。そうですね、うん。ビニールのままだと押し潰されちゃうからさ。そうですね。なるほどね。台風明けましたね。どんな感じですか？マンゴー大丈夫だった？落ちてたりしなかったですか？落ちてた4つぐらい。あ、でもまあそんなに大きな被害はなく、うん、ミッチーさん取れたっけ？これ超やばい成功。じゃ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 ん。うわすごっ。手のひらぐらい。うわー美味しそうっすね。すげえ。もうこれだってまだ大きくなるんですかね。うん、自分の手のひらサイズしかなかったけど。いやー良かったですね、無事で。また次の台風来ないように。そうですね。出荷までに。出荷早いんじゃないかな。あ、そうっすか。4月ぐらいには。あ、それ袋掛けですか。 YouTube で調べましたよ、袋掛け。掛け方ですか。掛け方。なんか一番端のハウスあれですね、一個紐にぶる下がってる枝ありました。なんか枝切れて。あ、じゃあ切れたんだ風で。これ台風でですかね。あ、折れちゃった。おー、まあ、こんなんも食べようと思えば食べれるんですよね。あ、そうそう、これは漬物に。これだ、これちっちゃいの。これ本当に1個だけなってたんですか、最初から？うん、1個だけ。あー、かわいい。なんかちっちゃいですね、この木。全然立ってない。ほとんどならなかった。じゃあ来年じゃないかな。あ、まあとりあえず台風もとりあえずは過ぎ去って、マンゴーハウスも平和を取り戻しました。君とみんなおいでよくがに。